グラハム・レイ・ホールは、アメリカ合衆国オハイオ州コロンバス生まれのレーシングドライバーである。父親は1986年のインディ500の優勝者のボビー・レイ・ホールである。日本のメディアでは、グレアム・レイ・ホールと紹介されることも多い。2005年にチャンプカーの下部カテゴリーである、フォーミュラ・アトランティックシリーズで勝利を挙げた。また、同じく下部カテゴリーである、スター・マツダシリーズにも参戦し、シリーズランキング4位の成績を残した。また、2005から2006年の A1 グランプリのラスト参戦に、レバノンチームから参戦した。レバノン代表として参加できたのは、彼がレバノン人の血筋だからであった。2006年は、フォーミュラ・アトランティックシリーズから改名された、チャンプカー、アトランティックシリーズに、フル参戦した。シリーズ12戦中5勝を挙げ、ランキング2位に入った。2007年は、チャンプカーにステップアップ、ニューマンハースレーシングのセカンドドライバーとして参戦した。チームメイトは、チャンプカーで、最も成功したドライバーであるセバスチャン、で出会った。第3戦のヒューストン市街地でのレースで2位に入り、初の表彰台に立った。これは、チャンプカー史上最年少での表彰台であった。シーズンを通して、勝利を挙げることはできなかったが、4回表彰台に上がり、ルーキートップのランキング5位に入った。また、この年は、デートナ24時間レースとセブリング12時間レースにも参戦した。セブリング12時間レースでは、GT2 クラスで6位に入った。2008年は、チャンプカーとインディカーシリーズが統合されたことに伴い、ニューマンハースレーシングのドライバーとして、インディカーシリーズに参戦することになった。しかし、開幕戦のホームステッドは、直前のテストでクラッシュして、マシンを大破させてしまい、修復が間に合わなかったために欠場した。デビュー戦となった第2戦セントピーターズバーグでは、予選で9番手を獲得すると、決勝ではチームの作戦がうまく決まり、デビュー戦で優勝を果たした。この優勝は、マルコ・アンドレッティの持つアメリカのメジャーオープンホイールレースの最年少優勝記録を更新する19歳と93日での優勝であった。この年、初めて参加したインディ500では、予選では13位に入ったが、決勝では序盤でリタイアに終わり、シーズンを通した成績では、デビュー戦の優勝以外は2度の8位が最高で、シリーズランキングは17位で、これは、ルーキーの中では4番手の成績であった。2009年も引き続きニューマンハースレーシングから、インディカーシリーズに参戦している。開幕戦のセントピーターズバーグでは最年少記録を更新する20歳と90日で、ポールポジションを獲得。前年の最年少優勝記録に続き、マルコ・アンドレッティの持つ記録を更新した。決勝では、オープニングラップの接触で遅れ、最下位から追い上げて7位フィニッシュとなった。また、第3戦カンザスでは、オーバルコースでの初ポールポジションを獲得した。2回目の参戦となる、インディ500では、予選4位を獲得したが決勝は、リタイアに終わった。この年は優勝はなかったものの、オーバルコースのリッチモンドとモテギで3位でフィニッシュした。また、トップ10フィニッシュを9回記録、シリーズランキングは前年の成績を大きく上回る7位あった。2010年はチームを移籍し、サラ・フィッシャーレーシングからインディカーシリーズの第2戦のセントピーターズバーグと第3戦のバーバーに参戦することが発表された。その後、古巣のニューマンハースレーシングから参戦する話も出ていたものの、第4戦のロングビーチもサラ・フィッシャーレーシングから出走した。第6戦のインディ500では、父親のチーム、レイホール・レターマンレーシングから参戦し、予選7位、決勝12位の成績を残した。第8戦のアイオワでは、インディ500で負傷したマイク・コンウェイ代わりドレイヤー&レインボールドレーシングから参戦。ラップリーダーを記録し9位でフィニッシュした。第10戦のトロントからは去年所属したニューマンハースレーシングに復帰する子が発表され、トロント以降の8戦中6戦に同チームから参戦した。また、ニューマンハースレーシングから参戦予定がなかった第15戦のケンタッキーにはサラ・フィッシャーレーシングから戦した。この年は異なる4チームから全17戦中12戦に参戦し、トップ10フィニッシュを7回記録。最高位は第10戦トロントの5位だった。シリーズランキングは20位で、これは全レースに参戦していないドライバーの中ではトップの成績だった。2011年はチップ・ガナッシレーシングからインディカーシリーズに参戦することが発表された。第4戦サンパウロでは予選5番手からスタートしたものの、スピンをして一旦は大きく順位を落とした。しかし、フルコースコーションを利用して、ジャンプアップし最終的には2位でゴールして、自身2シーズンぶりの表彰台を獲得した。次の第5戦のインディ500では29番手スタートから3位、表彰台を獲得した。この年は優勝こそなかったものの3度の表彰台を記録し、ランキング9位でシーズンを終えた。また、この年のデートナ24時間レースでは優勝を果たしている。2013年は、父親のボビー・レイホールが運営する、レイホール・レダーマン・ラニガンレーシングに移籍。3戦目のロングビーチで2位表彰台を獲得。アイオワで5位、ヒューストンのレース1で7位といくつかの活躍はあった。ものの、それ以外は、低調な成績に終わり、シーズン18位で終える。2014年も RLL からエントリーするが、成績は振るわず、デトロイトレース1での2位表彰台はあったものの、シングルフィニッシュがシーズン4回と低迷。シーズンは19位で終える。2015年も RLL からエントリー。シーズン序盤から好調で、4戦目のアラバマで2位、表彰台、5戦目のインディグランプリでも2位表彰台を獲得。デトロイトデュアルのレース2では3位表彰台を獲得。第11戦フォンタナは、中盤から、トップ争いに加入。終盤のパックレースを切り抜け、インディカー2勝目を挙げた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。